Kudo is the Japanese martial art of archery. Kudo is based on art of archery which originated with the samurai class of feudal Japan. The history of the bow and arrow has been developed along with the history of humanity for a long time. In the past, it was used as a stunning battle tool, along with the era it is being used for hunting needs. Manufacture techniques of bow and arrow were being devised from around the middle of the Heian era, and that was completed in the early Kamakura period. この仕事はね、改めてましてね、一番最初の仕事なんですよ。そうしてね、こうやって炙りますとね、竹ってやつ中から油がずーっとにじみ出てくるのね。それだから柔らかくなるんですよ。柔らかくなったやつをね、これこうしごくんです。このしごきを、ま、20回から30回ぐらいね、これやっていかないっていうと、あとがもう硬くてね、ためらえないんです。曲がった竹をまっすぐにする。簡単なようですが、矢作りにおいて最も重要な仕事です。竹の長さを揃えます。使う人の体格にもよりますが、だいたい90センチから1メートルぐらいです。竹の節を削り、目の残りを取りながら太さ、目方、丸みを合わせていきます。難しい車掛け、矢のバランスを決定する重要な仕事です。
火入れの時、竹が破裂しないように節を抜きます。矢に使う竹の節は夜節です。今度は中し入れです。もういや安物はね、もう流しなんていらないんです。これいいも、いいものだけね、これね。石洗いとも呼ばれる火入れをするための準備作業です。よく乾いたら火入れをします。はい、起きました。はい、どうも。矢を作るんで一番難しい仕事で、ね、面倒な。もう火が起きてましてね、これは竹をねもう磨き抜いてありましてね、燃えたがってるんですよね。それを燃やさないようにね、焼きを入れながら溜めていくんです。火入れは竹の歪みを直し焼き色をつける仕事です。大変高度な技が必要です。先ほど火入れで焼きを入れましたね。のこれから竹洗いするんです。焼きを入れますとやっぱりね多少凸凹がするんですよね。その凸凹を取るためにこの竹でもってね、さっきは石洗いで石で洗ったんです。今度は竹洗いでごくごくこう平らにするわけですね。これから始めます。今までは石だったんですがね、今度は竹です。それからねこの混合石ももっとぐっと細かいんです。今度はね、まあ、磨くの竹と同じなんですけど、今ね、その竹洗いでもって洗いましたでしょ。それに竹洗ってくると砂目がね、これ残ってるんです。竹洗いでさ、鉄砂をつけてあげた、そのね、砂のね、傷がついてるんですよ。その傷を取ってるんです。さっき火を入れてですね、火を入れて、その、竹洗いしたのをね、それを今度は砂目を取って、それでこの特産で持ってでも、ね、磨きをかけるわけなんです。特産でやりますね。とても平らになるんです。それでツヤが出るんです。特産でこれだけ削れたわけですからね。
今は水毒砂をかけてね、乾いたので、これ今度は艶毒砂です。同じ毒砂でもこれね、散々使った毒砂でもって、これをね、磨きをかけるわけなんです。これは何にもつけません。ただこするだけね。約300回ぐらいこするんです。今まで仕上げておりましたね、矢の上で今度は仕上げにかかるんでございます。これが先ほどなので仕上げたやつね。これから始まります。まあ、まず長さを詰めます。ここで多くの矢の中から最終的に4本の組を決めて仕上げていきます。そしてその4本の重さ、バランスを合わせていきます。竹自体のバランスがまちまちのため、4本のうち最も重い竹を基準として、他の竹の中に松ヤニと鉄の粉を混ぜたものを入れて4本同じバランスにします。次に水牛の角でできたはずを入れます。はずは弓の力が加わるのでしっかりと作ります。羽がつくと矢の歪みの修正が効かなくなるため、羽のつく部分を重点的に直していきます。でこれを置きだめと言います。羽のつく部分に漆を塗ります。
鳥の羽はね、こうやって叩きますとね、割れるんですよね、本当に。だから、これワシの羽はね、当然昔から矢羽になるような宿命なんですよね。こうしますとね、これ一人で割れちゃうんですよね。羽をつけていきます。仮止めした後、接着剤でつけていきます。羽は絹糸でしっかりと留められます。キメベラと呼ばれる道具を使って巻いた糸を平らにしていきます。昔はみんな麻ですよ、糸なんて巻かないですよね、やっぱりね、その方が簡単ですからね、それでまた丈夫なんで麻巻きですとね。今花火に美しく仕上げられたためにね、こう絹糸巻いたり金を巻いたり、まあ昔は実質本位ですから、糸の上に塗料を塗っては乾かす仕事を3回繰り返します。湯気で羽を伸ばし形を整えます。3枚の羽を切り揃えます。的に当たる部分に矢尻をつけます。キセルの金具をつけるのと同じ方法でしっかりと取り付けます。